ハイライトのシーンをご覧いただきましょう。まずダブルスです。そのヤンハウンと鈴木優花が活躍しました。チェンズユと前田美優が相手です。ワンゲーム目はもう日本生命が11対4であっさり取って、そうですよね、まあ、さすが日本生命というような試合の流れだったんですけれども、はい、まあ、第2ゲームから切り替えてきましたよね、はい、どの辺が良かったんですか。まあ、やはりしっかり2人の徹底してラリーをしていくんだというのは良かったですよね、はい、切り替えたというのが良かったです。特にあの鈴木さんが緊張気味だったのが治ったのが良かったんですよね。あ、それが良かったですよね、はい、そして今日の勝利への軌道をしっかりと作ったのが森田彩音、相手はビッグネームの早田ひな。早田ひな相手にすごかったですよね。取って取られて、取られて取って、取られて取っての試合展開でビクトリーマッチですね。そうですね、あ、失礼、最終ゲームですね。ゲームで満足する森田、まあ、森田選手のできることを出し切ったというところですよ ね、 ね、素晴らしい内容で 3-2 で早田を下しました。そして第3マッチは森とヤンです。これももう互角でした。そうですね、出だし森選手がかなり優勢だったんですけれども、はい、まあ、ヤン選手中盤から急に動きが良くなりましたね。第2ですよね、はい、第2の揺さぶりあたりから良くなりました。第2第3取って、その後森も取り返したんですが、最後は森、まあ、勝っても負けてもこれはもう時の運というような試合でした。そうですね、どちらもできることを最大限出した結果だというところですよね。そうですね、何かこれでまたヤンハウンが再稼働ね、再起動しそうですね、していくと思いますね、はい、まあ、そして T リーグデビュー山本翔子と日本生命はチョン・ジヒです。チョンが2ゲーム連取した後、山本も1ゲーム取りました。そして第4ゲームまでもつれ込みました。いや、この戦いも結果的にチョン選手勝ちましたが、はい、いや、終始落ち着いた戦いで点数も全て競っていますし、そうですよね、山本選手デビュー戦素晴らしい戦いだったと思いますね、はい、藤川監督おっしゃってました、若い選手に切り替えられているんだと。そしてこのビクトリーマッチです。11点超短決戦、終始森田がリードをする。しかし最初の3点選手が大きかったですね。いや、大きかったですね、いきなり流れをつかみましたよね、はい、相手を浮かせて試合全体のマッチポイントになりました。そして見逃せないのがお互いのベンチワーク、タイムアウトが功を奏しました。そうですね、お互いタイムアウトでしっかり戦術を組み立て直してきましたよね、はい、最後はちょっと控えめなガッツポーズになりましたが、森田彩音ここにありと、もう T リーグ女子のスタートシリーズで存在感を見せつけることになりました。はい。